ミキです。なんか懐かしいブランドって誰しにもにあるとは思うんですよね。例えば、なんだろう、僕もう全然、僕は当事者じゃないですけど、なんかベティーズブルーみたいなやつがなんか女の子とかの間で流行ってたりとか、なんか今はちょっとまた盛り返してきているけれども、アニエスとか、なんかそういうのがいろいろあると思うんですよね。僕で言うと、ウォルトっていうブランドとか、ヒョーマっていうブランドとか、リップ・ヴァン・ウィンクルとか、で、まあ、ラッド・ミュージシャン、ラウンド・リザードとか、多分、まあ、ラウンジ・リザードとかまだあるとは思うんですけど、まあまあ懐かしい部類に入ってくると思うんですけど、なんかその中でもうほぼ完全にいなくなったなみたいなブランドがあって、セックっていうブランドなんですよね。なんか、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっと、なんだろう、これ何に似てるんだろう。なんかフォーマルとストリートみたいなのがなんか合わさった。で、フォーマルっぽい、フォーマルではないな、ストリート、フォーマル、ジャケットとかね、チノパンとかコートとかシャツとか、まあまあそういうのの中にちょっとテクノロジーギミックみたいな、そのなんだろう、プラスチックでできた、まあなんかそのギミック、何かカチャってくっつく、まあ、ベルトみたいなギミックとか、なんかそういうボタンがその金属と木ではなくてプラスチックのスナップボタン式とかっていうような感じで、なんか久しぶりに実家に帰った時に、なんかちょっと革靴っぽいのを最近あんま履いてなくて、たまに必要になったんで持ってこうかなと思ったんですよね。これ見えるかな、なんかセックっていう SEC の C の上にアスタリスクがみたいなついてる、こうなんか見えやすい、この美容ユーチューバー方式。見えやすくなるのかな？ね、これまあ、セックっていうブランドなんですよね。なんつったら、あ、これいいな。これが一番いいな。岡澤隆浩さんとかね。なんかもう広末涼子さんの元旦那の人がサイクルみたいななんかブランドとかやったけど、なんかスポーツ系、祖父みたいな、祖父みたいな、なんかスポーツっぽいような感じなんですけど、なんかね、もうね、これもなんか、ね、ただのローファーじゃんっていう話なんですけど、これ実は、アシックスとコラボなんですよね。で、まあ、今となっては別にアシックスがいろんなとこでやるなんて当たり前なんですけど、なんかアシックス、ちょっと当時はそのダサめのスニーカーとか、まあ、せいぜいバスケットシューズみたいな、アシックスが、まあ、こんな革靴っぽいやつとかを、しかもなんか最新のブランドとなんか、ね、コラボしてやるんだみたいな感じで、でこれ自体も半額とかになってたのが、多分2万いくらが1万ちょいぐらいになってて、半額でしかもめっちゃ履きやすいし最新テクノロジー使ってるよみたいな感じで、アポキシミックスみたいなね、なんかね書いてあるんですよね。そう、なんかね、でまあ、履いてたんですけど、今となっては普通にローファー履いてるだけみたいな。まあ、ね、おしゃれは自己満足なんで別に知られなくてもいいんですけど。なんかね、こんな風におしゃれを探求していたな。あとはこのブランドでなんかライダーベルトみたいな感じのカチカチカチって、ベルトバックルになんかそのギザギザのプラスチックを入れると刃が噛み合って、まあ、ボタンを押さないと抜けなくなるような、そういうベルトはあって、なんか悩んでせいに買わなかったんだよな。あれなんだっけ？ナノユニバースの日本2店舗目が新潟にあって、で、そこでこういうセレクトがたくさんあったんですよね。で、もう実は、ね、この靴持ってきたらいいけど、そこがもう劣化して外れちゃっていて、もう片っぽも捨てちゃったんですけど、もうこれも、この撮影が終わったらもうね、捨てちゃおうかと思ってるんですけれども。なんか文化遺産的なものになるかな？ならないよ。ならないよな。でもなんか、その、なんだろう。やっぱこういう懐かしいブランドについてお話をする機会っていうのはなかなか人とないので、なんかファッション修行を昔やってた人たちは、とはできると思うんだけど。でもなんか、嬉しいのがね、メルカリ覗くと、このセックの、なんかね、パンツとかジャケットとかまだ出てるんですよね。で、当時、その、僕はセックの、ミリタリーっぽいポケットがたくさんついているジャケットみたいな、すっごい悩んで悩んで悩んで、それもしかもすでに割引が入っているようなやつだったんですけど、まあお金があんまないかったので、悩んで悩んで結局買わずに、で売れてて、ですっごい後悔したんですけど、
なんかもしかしたらね、あの頃の自分を取り戻す買い物、by オードリー若林さんという言葉があるように、なんかメルカリで見つけたらあの頃の自分を、ね、迎えに行く買い物として買ってみてもいいなと思います。で、それと同時になんかさっき言っていたウォルトっていうブランドとかは、なんか稲妻マーク&すごい、なんか特殊なデザイン、オレンジっぽい感じの稲妻のワッペンとか、なんかすごい特殊なデザイン、ちょっとビビアンとかになんか雰囲気近いのかな、感じなんですけれども、なんかそれとかはなんかもう逆にヴィンテージみたいな、ヴィンテージブームとかに載ってるのかわかんないですけど、なんかメルカリで見るとすごい高い値段になっちゃったりしてましたね。はい、ちょっとなんかそのうち懐かしいブランド特集みたいな感じでなんかお話できればいいなと思います。今日はこの靴を捨てる前にちょっと取っておきたかったなっていうだけでした。それでは。